桜大戦の候補か。こんにちは、アニシャカです。今回は新アニメシンギュアリティノワール第1話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。バンダイナムコ更新の新作オリジナルロボアニメ。なんて便利なレインコート。汚染されたアメ、むせるな。さて、今期のロボットアニメ成分が取れるかどうかだ。剣士がない、ただの屍のようだ。人間だけを殺す機械かよ。バグみたいなやつ出てきた。ボンキュッポンって興味聞かねえな。映画館はもちろんだけど、テレビでも映像めちゃくちゃ綺麗。後部みたいなのが出てきたの。寝てる女の子を持ち帰り。女の子に対して思いとは失礼な。女の子はアンドロイドか何かかね。いきなり激アツのバトルシーン。そのレインコート割れるものなの？謎い。その雨がったみたいなやつ、一回使い切りで脱ぐときは破るの？雨が降ると出るのはカエルですね。主人公の友達、めっちゃ気のいいやつって感じ。戦闘シーン本当にかっこよすぎる。うじゃうじゃ湧いてきやがる。桜大戦を思い出すロボだ。いきなり戦闘シーンだけどかっこええ。バンダイから商品出るみたいだね。こういう廃墟みたいな狭い場所での戦闘が好きです。動きも桜大戦っぽい。装甲娘にこんな車あったな。いやでも人が入って2脚でコンパクトなロボってなると、こういう形が最適解だよな。ディズニー案件だから予算潤沢なのか、動きはいいな。背中に乗ってんのかい。あのおじさんは人間じゃないのか。あのダンディーなおじさんの能力かっこいい。整いました。デサウナかよ。もしかして羊ムートンなんですか。気力120のマット兵器だ。戦闘シーン綺麗。かっこいい。いきなり男同士のバディーなのずらしだよね。ムートンさんは人間じゃなくてネイガスってやつなのか。前はこの羊おじさんが死なないかハラハラしてる。ネイガス、カテマみたいなもんか。3分で1戦闘をこなすの手際が良いな。こんなに発達してるのに車は運転するんだよね。運転好きなのかな。汚染とかのそういう系アニメのフィルター系綺麗ですな。ドーム都市か。懐かしい SF 設定を今風にアレンジしてる感じがするな。ネストってのは、まあいわゆる一つの集落のことか。なんやわからんな、勢いがすごい。とりあえず1話は見ていくしかなさそうやな。世界観がまだよくわからんね。なんか世界観わからないな。ヒロインはアンドロイド？なんだこのババア。この部の作品あるあるマーケットを仕切るばあさん。主兵装が実体弾のロボもの好きなんだよね。なんかすごい可愛い女の子ブルック出てきたな。エイグランク席、牛ではない。カードゲームアニメに出てきそうな髪型だ。ち、コバトル来た。マイケルのザサカグチ大介ってキャラ感すごく好き。可愛いツンデレちゃんだ。いかにもって感じのツインってきたな。女の子同士のバディはマサヨシ。エリとアンジェのこのやりとりの感じ良すぎない？ペッパーくんみたいなのいた。部屋に持ち込むのはどうなんだよ。エロ同人で大変なことになりそう。全裸来た。なんて薄い本に向かいてる仕掛けなんだ。チェックだから全然問題ないな。エッジアニメーションだ。構えろ。赤くなってるかなた、可愛いね。可愛いアンドロイドはヒロエと神が言いました。街は賑やか。ロックタウン。パックマン、パックマンじゃないか。未来になってもパックマンは大人気。いつの時代かわからないが、パックマンは生き残っている模様。生が最高。ビール玉に水を入れるとビールになるし。 3D プリンターで寿司が作れる。まずそうな自動生成寿司。なんだその四角い寿司は。ディストピアを感じる。もうすでに1000を超えてしまったか。随分と懐かしい歌だな。歌は知ってるがシンデレラは知らないのか。ちょくちょく懐かしいものが出てくる。男の子ってこういうのが好きなんでしょ。一旦文明が滅んでいる描写いいな。ショーパンツインって可愛い。アバンチュルユリユリクルイザキ。専門用語らしきものがさっぱりわからん。未遂現場の目撃。ご理解いただけましたか。そうそう、横島の気持ちなんて全然ないですよね。でも綺麗だったから連れてきたんですよね。円盤だとすごいことになりそうなシーン。まだ何にもしてない。女の子に何言わせとんねん。嫉妬するエリちゃんかわいよ。エリーの方膨らませた表情好きです。1話で分けヒロイン。何もしてないのに敗北してしまった。ロボットバトルだけじゃなくてラブコメ要素もあり熱いな。君たち全裸のヒロインにばかり気を取られていないで、ゼビウスの筐体にも注目するのだ。上出たやばいジジイだ。早くも予報が外れそう。
シャワー来た。ごく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 。枯れシャツってやつですか。二層式洗濯機生きとったんかわれ。自分が可愛いとわかってる気崩し方だぞ。新月の涙で滅んだ旧世界。俺ら新月の涙で滅んだのか。バンバン専門用語が出てくるな。楽園と呼ばれるイストワール。天国大魔教的なポストアポカリクス。アウター着れないのもある。可愛いね。洗濯機わざわざ遺失物使ってるのか。未だに船舶では二層式洗濯機を使いますからね。楽しそうに飲むね、トキオさん。あまりにも格すぎるだろう。仲いいなこの酔っ払いたち。ロケットかと思ったら普通に爆発物だった。すいません、うちに嫁にください。きっちりかけるオーバーサイズでオタクが好きそうな洋服デザインしてる。色使いがポップな基地やな。大胆な女性が多いこと。裏を返せば何でもできる。サイズ合ってないんじゃない？いやらしいシステムチェック。下ネタ普通に異世界なのかな。おい、さっきのブカブカ良かっただろ。抱かれた女扱いになってるのね。ノワールがこの服気に入ってるのなんかええよな。オーバーサイズのパーカー、オタクデザインとして流行ってますからね。メイガス一般化されるまであと何年ですか。弾幕薄いよ。何やってんの。防衛システム弱くないですか。え、オウムの屋根ガラスなの。飲酒運転にならないのか。アルコール分解できるナノマシンめっちゃ欲しい。公式さん、このアルコール分解パッチ売ってください。ロバにチェーンソーってめっちゃ好き。後からパイルダウンしそうな体型なんだけどな。紫、青、黄色、見事にエマカラー。危機に駆けつけるとかなんてヒーロー。エリーさん、ツンデレやな。エリーは人間でアンジェはメイガス。あ、人間とメイガスが一人ずつ乗って操縦するのね。ようやく理解した。見た目が完全に桜大戦の工具。主人公が才能ない判定されるの、割とよくある。この子いい子じゃないか。この兄貴ポジの人途中で死にそう。戦闘シーン何度見てもテンション上がる。不気味な敵キャラ。的確に手足狙ってくるあたり強い。メイガスの意志で開くのね。文字通り一つになっていく二人。メイガス全員が背中に乗るわけじゃないのか。他はポンコツだけど、戦闘能力は高いのか。こう演出の時に背景でエフェクトが出るのめっちゃゲームっぽいな。メイガスは引き金を引けないのですか。メイガスがリンクするとコクピットに投影されるのか。ああなるほど、二人乗りじゃなくて片方機械だったのか。それで複座なのにそばに入れるのか。メイガスがパートナー的な意味なんですね。敵を切り裂いて敵の後ろに回って体が二つに切れるのいいよね。こんなんエリーがますます惚れちゃうよ。メイガスはライバル足りえるのね。ノワールちゃんに名前がつきました。だからタイトルがマイネームイズなんだ。第1話って感じの1話だったな。1話から引き込まれて面白かった。作画もレベル高いし、これは視聴確定だわ。日常がポンコツのヒロインと戦闘が不慣れな主人公が一緒に戦うバディ要素も期待できるし、ラストのサブ大回収良い。期待してなかったけどこれ面白いかもしれんぞ。ストーリー系が青春豚野郎の作者さんなのか。こういうのも書けるとは知らなかった。結構良さげだけど、配信がディズニープラスだけだから、うっかり寝過ごしたら終わりになるのが危ない。今までのいろんなロボアニメの要素集めてるな。ロボットものの第1話テンプレとしては満点じゃないでしょうか。こういうのでいいんだよ、こういうのでって感じの1話だ。王道の作りだから真新しさはないが、それゆえに肝は抑えられてると感じる。案外面白かった。戦闘も頑張っとるし、メカも好み。桜大戦のレイシカッチューみたいで可愛いよな。コフィン Y もこれは視聴継続するわ。前から思ってたけど、ガンダムみたいな由緒正しいロボアニメ続けるより、こういうのライス F 量産する方が絶対 SF 文化発展すると思うわ。もちろんメカデザインも外しちゃいけないけど。思ったけど SF 的な見方ができないアニオタが増えてる印象あるから、定期的にガンダム以外もやってほしい。まあ問題はこのジャンルが今のオタクたちに受けるとは思えないから、定期的にヒット作作らないといけないけど。王道で悪くはないけど説明足りなくない？ドリフターがメガスとセットで運用しないとゴミとか、ちゃんと説明してよ。キャラは思ったよりいいな。セリフも説明セリフにならずに頑張ってる。マンネリ展開しなければいい感じになりそうだけど、こればっかりはわからねえな。バンダムタス SF タス後輩世界、スカーレットネクサスか。世界観の雰囲気なんか似てる。一度滅んで荒廃した世界なのに、
ウェイガスと一兆光性能アンドロイドがいて人間と共存してる世界観だ。絶対これメイガスが人間に対して反乱を起こすエピソードあるやろ。バーでカックマンの映像が流れたり、主人公の兄貴分が酔っ払って思い出がいっぱいを口ずさんだり、おっさんホイホイか。昭和末期から平成初期あたりのレトロ小ネタが多かったのはこれからも続けるんだろうか。主人公機の出撃がすげえ弾けなかったのが残念。乗りたくても乗れないって状況をもっと印象つけてくれないとダメだと思った。世界観はグレン・ラガンとかサクガン、ヒロインはエヴァの綾波レイやギルクラの祈りみたいな感じだったな。男のドリフターには男のメイガン、女のドリフターには女のメイガンがついてるみたいなのに、なぜ主役だけ女のメイガンがつくのか。執事とボディーガードの男性型メイガスがいい味出してた。そのあたりを美少女型にしなかったのはスタッフの英断だと思う。あの泣いてた子めっちゃ可愛いし負け臭がたまらんし最高や。1話からここまで負け臭がするヒロインもなかなかいない。新リアリティ、ノワール、タイトルはカッコつけるより覚えやすいものにした方がいいよと作ってる人たちに教えてあげたい。パイロットでよくない？なんでドリフターっていまいち伝わらないワードに言い換えんのかな。グラモ以外にも超合金化もするし、ゲーム化も決定している。こけたらやばい。ゲームはどんな感じになるんだろう。探索メインのロボアクションならやってみたい。ということで今期初かな、バンダイナムコのオリジナルロボットアニメ新デュアリティ、ノワール、第1話が始まりました。ロボットアニメということでこういうのは作画が良くないといけないわけなんですが、かなり書き込まれてて良かったですね。冒頭からバリバリ動くし演出なども違和感なく、ちゃんとバトルするロボアニメってことでそこは12分に楽しめました。ただこのロボのデザインはどうだろうな。私も桜大戦の工具をどうしても思い出してしまったんですが、なんか一般受けしなさそうではあるな。個人的にはこの微妙にダサいデザイン嫌いじゃないですね。なんか妙に味のあるデザインだし、そういや工具もめちゃめちゃ好きだったわ。世界観などは1話にしてはちょっと視聴者置いてけぼりなところはあったかな。専門用語バンバン言うので話についていけないとこも少なからずありました。っていうかメイガスってのは何なんですかね。アンドロイドってことでいいのか。誰が人間で誰がメイガスなのか区別がつきにくいわ。ドリフターに一緒に乗ってる相方はメイガスってことはわかりますけど、その他のキャラは今んとこ判別が全然つかないな。人間そっくりだし、ちょいちょい昭和ネタを挟んでくるのはおっさんである私にはかなりツボですね。パックマンはそうかバンナムだからか。キャラはなかなか可愛くていい感じです。特にこれでも勝手ぐらいのツンデレなエリーってのが可愛い。ノワールは記憶を失ってるっぽいんですが、これメイガスと思わせといて実は人間だったとかってオチじゃないの。だからシャワーシーンあったんでしょ。時たま同じ質問を繰り返すのがなんかポンコツ可愛いです。上着を着崩す姿もあざとさ満点だけどしてやられてます。今んとこロボアニメのテンプレをかき集めて凝縮したような王道な1話でしたが、これはこれで王道を突き抜けてて楽しかったです。これから幅の広がりを見れそうな世界観とキャラも興味あるし、これは視聴継続かな。しかし今期はとにかく太ももを見せつけてくるアニメが多いな。なんか情報を見たらこのアニメも2クールなんですって。今期2クールアニメ多くね。ざっと上げただけでこんなにありますよ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。